はい、あゆむです。よろしくお願いいたします。それでは今回は初心者の方から有段者の方まで大満足、大絶賛と言われておりました藤井聡太名人の A 級順位戦最終局の解説のまとめをやらせていただきたいと思います。本当に素晴らしい解説でございました。やっぱり今回特に藤井名人が佐々木勇気八段対斉藤慎太郎八段戦の解説が多かったように見えたんですが、その読み筋が圧巻でございました。この115手目のあたりですね、実戦は斉藤八段がここで3四歩と打ったのがあまり良くなかったようで、4四玉と逃げられて少し後手に形勢傾くという形になってきましたが、藤井名人が指摘していたのはここで同飛車と取る手でした。以下8七香9八玉7八角成とされると一見すると先手が負け筋に見えるんですが、よく見るとここから3四金と打つ絶妙手があって先手がいけるんじゃないかと、そういうお話をされておりました。で、3四金に仮に3二玉の場合は4三角と打ちまして、4一玉に2一飛車成、これ詰んでます。3一金は同竜同玉3二金で詰みますし、まあ、桂馬打つしかないんですが、そこで3二竜としまして5一玉に3一竜と、これでぼちぼちと桂馬を取っていけば4一に打つ駒は金しかなく、以下同竜同玉3三桂でこれで簡単に詰んでいるということですね。で、5一玉4一金まで詰みでございます。また4三角に対して1回同歩と取る手もありますが、同歩成として詰み筋となります。3一玉には3二歩ですね。4一玉に2一飛車成まで詰みです。また4三歩成に4一玉は2一飛車成としまして、これで3一合駒に、まあ、4二歩と普通に打ちまして、3一玉5一玉に3一竜まで詰んでいるというところですね。いずれもちゃんと詰むことが分かりました。ということで、なので3四金には結局同玉と取るしかありませんが、そこで1二角と打ちます。これが好手で、例えば1二角に2三玉と逃げた場合はこれ2三飛車成で詰んでますね。2三飛車成4四玉3四竜で詰んでおります。ということで、ちょっとこれができませんので1二角には4四玉とかわすしかありませんが、そのタイミングで5五銀と出る絶妙手があります。これで、まあ、この変化は藤井名人控え室で検討していたというお話をされておりましたが、やっぱり、まあ、それを瞬時にこう解説でパッと出てくるのがすごいですね。で、5五銀に1二の角が7八の間に効いているので、まあ、取るしかありませんが、そこで7八角成とすれば、これでかなり後手玉が危ない状態で、先手玉はまだ大丈夫ですんで、先手の勝ち筋という形になっていくということですね。まあ、一例としてここから8九香成と桂馬を取る手に対しましては、まあ、同玉と取っておけば、まあ、後手玉が、ほぼ詰めろ。例えばこれ8七金とか打ちますと5六まで詰みます。5四玉には3二角と逃げ道を封鎖しまして、で4三桂に5五香車4四玉4六飛車として3三玉に2三馬まで詰んでいるということですね。まあ、ということでこの1二角から5五銀と馬を抜く筋を披露した、藤井名人の圧巻の読み筋光っておりました。まあ、ちなみに当然ではありますが AI でもこの手順が最善手で先手よしというふうに示しておりました。本当に藤井名人の読み筋圧倒的すぎますね。実戦も、もしこの手順に入っていれば斉藤八段に分がありそうでしたが、実戦は斉藤八段が115手目3四歩と打ったため、逆転負け置きするという形になったようです。本当に藤井名人の圧倒的な読みが光ったそんな状況でした。なので藤井名人はここで7八角成に変えて2五歩を指摘しておりまして、でこのタイミングで3四歩と打つ手を、藤井名人が指摘しておりました。確かにこのタイミングでやりますと仮に同玉だと1二角が非常に厳しく、これはちょっと2三に桂打つようでは4五銀と出られて寄り筋になりそうですし、かといって3三玉も3四金から2二玉に2三角成で、これで3一玉には3三歩と垂らしてほぼ受けなしになると、そういった形でございます。先手玉はまだ詰みませんのでこれで先手勝ちということですね。ということで
これで3四歩で3四歩に取れば1二角で先手が勝つということが分かりました。なので藤井名人はここから3二玉と引く変化を示しておりました。でそこで4三歩成となる手をさらに指摘しました。これもすごく鋭い手ですね。4三歩成に仮に同歩の変化は8二歩と打ちまして、で8二歩に仮に同飛車の場合は5一角と打って、これが3三歩成からの詰めろで先手が勝ち筋となります。ということで8二歩に対して7八角成の変化もありそうなんですが、これに対しては8一歩成が詰めろで先手が勝ちというお話をされておりました。確かに8一歩成に8九香成の場合は3三金と打って後手玉詰み筋に入っています。4一玉なら3二角と打ちまして、で仮に5二玉なら4三角成ですね。で5一玉に4二金まで詰み筋となっております。で5一玉も4一飛車5二玉4三金で詰むということですね。ということで、ま、同歩の変化は8二歩で先手がいけそうということが分かりました。なので、藤井名人はこの4三歩成のところで、同玉を指摘しておりました。これであえて4六飛車と王手をかけさせて、5二玉と逃げて、そこで6八金打ちと受けて難解ということですね。これでまあいい勝負なんじゃないかと、そういうお話をされておりました。まあ後で AI でじっくり検討しましたが、藤井名人の読みまさにドンピシャで、いい勝負ということが判明いたしました。本当にすごいですね。また稲葉八段対佐藤天彦九段戦におきまして、稲葉八段が放った9七角という手が印象に残りました。藤井名人がこれを見た瞬間に7色穴熊ですねとおっしゃっておりまして、飛車、角、金、銀、桂、香、歩とこの7種類の駒を使った非常に珍しい穴熊が完成しております。今まで見たことありませんし、おそらく今後も見ることがないんじゃないかと、後にも先にも見ることがないんじゃないかという超がつく陳形でございます。これ例えば後手が何もしないで放っておくと、9五歩とかやると7五角同銀6七桂取って7五の銀が取れるという仕組みになっております。それを受けようとして例えば8五金とか逃がそうとすると、今度は6四角と飛び出して3一の飛車に当てることができます。9七角が実践的な非常に面白い一着で、まあ、これをきっかけに稲葉八段がリードを奪って見事に4勝5敗で A 級残留を果たすきっかけとなりました。稲葉八段はこの将棋に敗れると A 級陥落の危機でしたが、この9七角をきっかけに見事にリードを奪って天彦九段に勝利、4勝5敗で辛くも残留となっております。また藤井名人の感性が現れた局面といたしまして、印象に残ったのが渡辺九段対広瀬九段の一局ですね。6六角と広瀬九段が放ったところで、次の7七角成から6七馬を狙っているんですが、ここで藤井名人が指摘していたのが7九飛車と打つ手でした。まあ、ちょっとかなり打ちづらいというお話をされていたんですが、これもすごい手で、もし後手が最善を逃せば確かにこれで受け切れそうという衝撃的な一着でした。もう後手持ち駒がないので、確かに7七金が、まあ、同飛車で防げているということですね。まあ以下同角成同玉となれば、これはもう完全に8七の銀取り受けづらいですし、入玉も見えてくる形で先手が優勢となります。7九飛車に対しては後で AI で検討すると、9四歩っていうすごい、2回から目薬みたいな手があって、これで後手よしみたいなんですが、まあ、ちょっと実戦で7九飛車打たれて9四歩つける人ってもう本当にかなり、そういうこと本当藤井名人ぐらいしかいないんじゃないかっていうぐらい、非常に指しづらい手なんで、まあ、実戦でもし7九飛車打たれたらほとんどの棋士がなんかやられちゃうんじゃないかと、そんな非常に印象に残る藤井名人の指摘でございました。まあ、実戦は渡辺九段がここで6二飛車という攻守を放って、以下うまく2二の王様を捉えて勝ち切るという形になりましたが、まあ、7九飛車印象に残る一着でございました。まあ、この検討は控え室でやっていたというお話あったんですが、その他にも瞬時にパッと見せられた局面で
すぐ正解ですとか本筋の手を指摘していたりとか、やっぱりちょっと反射神経、読み筋の正確さ、総合的な実力が圧倒的だなと、1ランク2ランク従来の人類より、上なのかなと思わされるような本当に異次元の解説ぶりでございました。ということで、一日通して藤井名人の解説を聞いておりましたが、やはり非常にわかりやすく、ゆっくり喋ってくれる上に簡単な変化も解説してくれるので、観る将の方々にも好評、そして肝心なところでは、ね、しっかりこう先ほどの爪の逃れの爪のみたいな手も解説してくれたりして、有段者も級位者も初心者の方も大満足の解説だったと思います。本当に藤井名人、実力だけではなく解説力も本当にズバ抜けているなと思わされた、そんな A 級順位戦最終日でございました。豊島九段が藤井名人への挑戦権獲得したということで、七番勝負楽しみに待っていきたいなと思っております。名人戦七番勝負は4月10日11日に第1局が行われます。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。